ソヒト自兵3年4月25日は、中国北宋の文人で、東争八大家の一人、祖職、祖鉄の父、西と共に三祖と称せられ、また、祖職を、大ける、祖鉄を称祖というのに対して、老祖と称せられる。字は名城、おじいという泉のそばに天を結んだことから老仙と称された、眉州美山県の出身、の前期に、 マユシウシを務めた、ソワジ道の次男の祖父の末裔と称するが、ソワジ自ら書いた俗譜でも、ソワジ道からソワジの祖祖父までのことは、触れておらずはっきりとわからない。兄が二人おり、いずれも真摯になっている。幼児から書を読んでいたが、すぐに学問はやめて、部来の仲間と交流する。二十七歳で思うところあり、学問を再開し、ついに六教百科の学に通じ、 文章と書道の名人となる。イタリは下遊年間に、祖職、祖鉄の西を連れてとに行き、管理学士であった、王洋治に、著書のうち、検書、口論他22編を検定し、最小の官の計らいで、トネリ院に召されることになったが、病気を理由に辞退し、秘書証公書郎となる。後に、退場時の命を受け、派集文案件主簿の録を受け、 新州工場兼礼の溶壁とは、県高市以来の霊章を編纂し、退場委員会令百官の完成間もなくに没した。特に高六時進むを送られる。その文章は、新卒にして規模値あり、先進の風があるとも慕われ、一時は、学者の模範とされた。経書を論ずるときも、自己の常識から出発し、ことさらに成人と覇者の区別を立てようとしなかった。書論では、 中の武王が聖人ではなかったことを論じたように、十家の飲酒を帰り見なかった大胆さは、実用を重んじた王陽治むや王安石も及ばなかったところである。なお、ソヒト氏は王安石が新法を実施するより以前に死をしているが、ソヒト氏の弁官論が新法、旧法の争いの時代に、官が王安石のことであるとされて有名になった。政治面では、そが、 きっに再兵を送って、平和を買っていた習慣を拘束と判断し、内政を引き締め兵の規律を確立し、国家の安泰を図るべきであると考えていた。ありがとうございます。